ちは。こんにちは。はい、豊さん、はい、広島一筋19年間プレーされた、北別府学さんが16日にお亡くなりになったということで、はい、実はこの動画を上げるかもちょっと直前まで豊さんとどうしようかっていうふうに、スタッフとも相談して話し合ってたんですけれども、はい、豊さんが北別府さんとも対戦もあったりいろんな思い出が、ね、あるし、ちょっと帽子取ろうね、はい、し、以前この YouTube チャンネルでも名バッテリーということで、うん、北別府さんを挙げさせていただいたということもあるので、はい、追悼の意も込めて今日はちょっと北別府さんとの思い出話などを語っていただこうということに、はい、緊急というかなりました。はい、北別府さんって高校の時から入られててね、はい、で、1個上で、はい、で大学の時に1個上の先輩で宮崎から来てる人がいてね、はい、松田さんっていう人なんだけど、まあ、北別府さんと投げ合って、甲子園行った人なの、はい、多分甲子園行ったと思うんだけど、で1年目から広島入った時に活躍されてて、はい、で松田さんにやっぱプロ志望だったから俺もね、北別府さんってどういうピッチャーなんですかって聞いたら、めちゃくちゃコントロールいいぞって、まず間違いないって言われてて、はい、ああそうなんだって、で人の話って大げさに言うだろうなと思いながら、うん、でプロに入っていって、で最初の対戦の時にまず打てないと思ったな、はい、それはいや外なんか届かないと思ったよ、そのぐらい精度よく来てたし、はい、やっぱ球もキレッキレだったしね、うん、で20勝した年に、今でいうスライダーじゃなくてカットなんだよ、はい、もうずっとまっすぐに見えるんだよ、打ちに行ったらそこから曲がるんだよ、全部詰まるんだよ、はい、だ忘れもしないけど吉彦さんの遠藤さんと北別府さんの投げ合いでね、広島市民球場で1対0で、はい、吉彦さんのホームラン1本で2時間ぐらいで終わったよ試合が、はい、両方とも全く出ない、そのぐらいやっぱコントロールも良かったし、はい、キレもあったしね、うん、それと気が強かったな、マウンド上で。それどんなところから気が強いな。いや、打席外すと怒るの向きになって、早く来いって。あ、マウンドからですか。そういう態度で、でこっちが早く待ち構えると、なんていうの、自分がマウンド外してさ、じらすんだよ。駆け引きもできる人だったな。なので、3年目から11年連続で2桁勝利。そうだね。でもすごいですし、黄金のカップ時代、黄金時代と言われる5回のリーグ優勝、はい、で19年で球団最多の通算213勝。そうだね。そうだな。病気になって奥さんが、はい、追悼っていうかね、そういうある程度記事を追ってたというかね、で見てたんだけど、一回なんかこう回復、解放に向かったりだとか、一進一退を繰り返しながらね、でこれはプロ野球ニュース一緒にやってた山田幸美っていう、はい、フリーアナウンサーがいるんだけど、そのもともと広島のホームテレビでね、はい、やってる人で、北別府さんにはすごくお世話になったと。でなんかね、奥さんの話を聞くと、本当に現役時代は厳しい人だったんだって、でやっぱり勝負にこだわってる人だったからさ、なんか家に帰ってもピリピリしてたんだって。そうだったですね。で引退して、はい、なんかすごく2人のね時間ができて、なんかすごく優しく接してくれるようになったと、だからすごく今は幸せなんですみたいな話をしててね、でその矢先に病気になるという。でもなんか2人の時間というか、そういうのをすごく大事にしてね、温かい
まあ、お互いが温かい、まあ、夫婦だったんだろうなっていう、うん、それと、まあ、父の日にチェアを用意しててね、はい、あのリラックスできるように家に帰ってもね、でも父の日を待たずに、まあ、亡くなったんだけどね、なんかそういうことを考えると辛いな。そうですね、そうですね、なんかね、あの本当にマウンド上で厳しい人だったんだと思うよ、うん、で達川さんにも、達川さんの方が年上なんだけど、達川さんにもなんかこうガーッと言う時もあったし、でも達川さんはこう受け止めてとか、だから家庭でもそうだったんだろうなと。でもまあ引退してからお互いがあのテレビの番組で一緒になった時とかはね、すごくなんかこう優しい笑顔を見せてくれて、ああペイさんも変わったんだなとか、まあいろいろな感じるところはあったんだけど、俺より一つ上だよ。まあほぼ同世代ですよね。だから本当に何回も、何回で何百回だと思うんだけど、対戦したけどね、なんか思い出の打席ってありますか？1打席上げるとすると、なんかいやそうだな、必ずコースに来てたから、うん、だからホームラン打ちたくてファールファールで粘ってて、外のボールをカットカットカット、絶対そのうちインサイド来ると思って、そしたらめちゃくちゃ厳しいインサイドが来たよ、はい、それホームランしたんだけど、達川さんが怒ってな、はい、絶対お前にはインサイド投げって、だから俺がインサイド出したのが間違いなんて、ペイは悪くないとか、ね、まあ、そういうこともあるし、まあ、抑えられたことはたくさんあるし、うん、でもあんな素敵な、なんていうの、ボールを投げる人っていうのはやっぱ少なくて、やっぱ一流のボールって打席に入ってみるとやっぱ違うんだよね。やっぱね、200勝とかね、できる人のボールの球質ってやっぱね全然違うんだよ。やっぱり10年連続2桁勝利とかねする人のボールってやっぱ違うんだよ。でも俺はそれを見れただけでも良かったなって、ありがとうございましたって、うん、言いたいね。そうですよね。その奥様がその現役の時はやっぱりすごくピリピリされてたと、うん、北ペップさん、多分ね、ピッチャーってあのマウンドに一人で、はい、あのもちろんピンチも自分でなんとか切り抜けなきゃいけないっていう、すごく厳しい中でやっぱり戦うっていうことは、やっぱりピリピリしないと、そこまで自分を追い込まないと、家に帰ってもね、うん、やっぱそのことばっかりおそらく考えてたんだと思うし、多分負けたらね、なおさら自分のせいだっていうのはやっぱりすごく責任とか感じて背負う方だったのかもしれないですし、うん、でも奥さんはなんかこうね、やっと優しいペイさんとなんか向き合うことができたりだとか、なんかすごく幸せな時間ですよっていうような話をされたことがあったんだって、うん、でもあまりにも短すぎたなと思って ね、 65歳、まだまだあの、ね、記事によると今年の沢村賞の選考委員には必ず出席します、それはやっぱり楽しみに一つの目標としてずっと頑張ってこられたっていうのもコメント、ね、まあ、記事によるとね、うん、大谷 の、 あの活躍やね、はい、まあ、地元カープのね、うん、活躍をすごく毎日楽しみにしてて、はい、あのいたっていう、まあ、本当に野球が好きな人だったね、うん、そうだったんでしょうね、うん、だから離れて第二の人生で奥様と家庭で平和な幸せな時間を過ごしながらも、野球とはどこか携わっていたいって思いからブログもされたり、まあね、解説もされたりとか YouTube もね、うん、あの一時ですけれどもされていたりっていう、コラボしたかったね。そう、そうですね、豊さん、そうです ね、 うね、うん、まあもう本当ね、ご冥福を祈るしかありません。そうです ね、 ね、ただあの数々残された記憶とか記憶は、はい、あの私たち野球ファンの胸の中にはしっかりと刻まれてますし、この思いっていうのはもちろんカープの選手だけではなく、全ての野球ファン、そして野球の子どもたちにもこれからも受け継がれていくことだと思いますし、亡くなられた日、はい、床田が先発でね、うん、完封したんで、はい、で背番号が28、北別府さんが完封勝利を挙げた数字が28あるの。あ、そうだった。
ですね。なんかなつながってるなと思ってさ、うんうん、そうです、ね、うん、だからなんかね、まあでもカープの選手はね、はい、特にピッチャーは北ウェブさんの精神を受け継いで、ね、はい、まあ、頑張ってほしいと思うし、そうですね、北ウェブさんも、まあ、おそらく天国で津田と野球談義をしてると思うよ、はい、きっとそうですね、な、はい、これよりご冥福をお祈り申し上げます。